はい、今回は速稼塾のサイトアフィリエイト続編ということでお届けしようかと思います。というのはね、前回、このサイトアフィリエイトの実績、まあ実績といいますかね、そのまとめたものを私が解説してお話している動画に対してまあ、ちょっと質問いただいたのが6名ぐらいの方とね、ご質問いただいて全部に返信したんですけども、これがね、あの吉田さん、あの本当にね、班で測ったように皆さんね、同じようなことを聞いてるんですよね。で、大きく分けて質問は2つです。で、1つ目なんですけども、サイトアフィリエイトの量産ってどうするんですかって聞かれるんですよ。いや、私回答がないんですよね、もうこれ以上は。だってサイトを量産するだけなんで何にもないんですよ。あと、何でしょうね、だからこの数たくさん作るっていうのは10個とか100個のレベルじゃなくって、やっぱり1万個を目指していくっていうかね。私は最初1000個を目指すつもりで作って、まあ、1000個はクリアしたのが、前回の動画だったんですけども、十分100万円超えるわけですよ。で、その後ずっといろんなことで作り続けていると、振り返ったらね、まあ、1万個以上、1万4000個ぐらいまで達したところまでは、まあ、なんとなく数えたんですよ。だいたい1000個で1単位って考えてましたね。1000個作った時に、まあ、2000個目をやった時に1万個いくんじゃないかなと思ってね。で、1万個作った後は、あと惰性で作っていったところがありますけども、まあ、結構ね、サイトの作り方とか簡単なんで好きなんですけどね。まあ、ご質問に、1つ目の質問に答えると、サイト量産ってどうやるんですかって言ったら、サイトをたくさん作るだけですと。一つぐらいサイト作ったことありますって聞いて、あ、一つならありますよって方と、いや、一個もないんですって方がいます。一つでも作ったことがある方には、あ、それを1万回繰り返せば1万個量産できるじゃないですか。回答は以上なんですよってことと、サイトを一個も作ったことがない方に対しては、サイトっていうのはブログとかホームページのことなんで、まずそれを覚えていきましょうと。それで、最初のサイトが一個できたら教えてくださいっていうふうにして、返信終わるんですよね。ということなんですよ。まずは。ね、一つ目の質問。これね、定期的にこの質問来るんですけども、サイトの量産っていうことの意味が分からなければ、はっきり言ってサイトアフィリエイトで稼ぐことは、そんなにね、急がない方がいいかなと思います、で、2つ目の質問なんですけども、そのサイトを見せてくださいって来るんですよ。はい、お見せしたいんですけども、私2016年にサイトアフィリエイトを辞めて、あの動画の記録も2015年だったと思うんですよ。で、今は私投資しかしてないんですよね。で、サイトアフィリエイトっていうのは、バナーのリンクを貼り替える作業がありますので、はっきり言ってね、バナーを貼り替えるために手元に置いておくサイトっていうのがあったんですよ。でも、バナーを貼り替えて、貼り替えなくて良くなった時、要するに私がサイトアフィリエイトを辞めた時に、その記録 URL ってもうね、取りに行くことがなくなったんで、まして覚えてないですから、ちょっともうないんですよね、手元にね。だからどっかにあると思いますけども、その URL を私はもうね、保管してないんで、お見せすることができません。というのと、あと一つね、見てもしょうがないです。めちゃくちゃ低レベルなサイトです。どうしようもないですよ。本当に。何これみたいなね。初めてサイトを作った人が作るようなサイトです。そのぐらいしょうもないです。でもね、しょうもなくていいんですよ。書いてあることがきちんとしてれば、そしてバナーが貼っていれば。で、その上で量がきちんとあったら、一定のパフォーマンス出ますんで。なんて言いますかね、1頭のライオンに率いられた100頭の羊がいるんですよ。で、逆に1頭の羊が率いている100頭のライオンがいるんですよ。これ戦ったらどっちが勝つかっていう風なね、命題が、パラドックスがあるんですけども、これはね、リーダーがライオンの方が勝つんですよね、要するに戦闘力の低い羊でも数いれば、リーダーさえちゃんとすれば、戦略さえちゃんとすれば勝てるってことなんですけども、それに近いかなと思います。私はサイトを量産する、ボロいサイトでもいいからたくさん作るという数の理論でね、押し寄せて、まあ、1億円ってものが達成できたかなと。でも考えてみると、1万サイトあると、1つのサイトが1円売り上げ上げただけでも、1万サイトですから1日に1万円なんですよ。で、1つのサイトが10円売り上げ上げると、1日に日当10万円なんですよ。で、日当10万だったら3年で1億いくじゃないですか。戦略といえばこの公式ですよね。私が自己アフィリエイトを覚えた瞬間にこれを思いついて、あ、じゃあ自己アフィリエイトを覚えた後、サイトをどんどん作って、そこにバランを張りまくりゃいいんじゃないかなって思っただけなんですよね。まあ、これ定期的にこの質問来るんですよ。で、この方法を何回でも何回でも教えてるのに、教えてるかお伝えしてるのに、まあ、やる方いないんですよ。やる方いなくって、なんかね、必要最小限のサイト数で高い売り上げを狙うんですよね。サイトアフィリエイトやることってなかなか難しいですよ。10個以下のサイトでなんか爆撃出すとかね、
月収20万とかいくと。でスキル的には私は月収5万円を取っているサイトアフィリエーターさんよりも全てのレベルが下です。だから下なんでたくさんやってるんですよ。自分が分かってないとかね、できてないってことを認識してるんで、じゃあ体力勝負力ずくで1万サイト作ったってことなんですよ。頭が働かない分ね、体使ったんですよこっから上が使えないから、こっから下を使ってるんですよね。まあそうすると1万4000サイトできて、月収は300万超えたということが2016年に起きたこと で、2017年には速稼塾ファイナルっていうね、ビジネスとかアフィリエイトとか転売とかそういったものをね、全て総括するプログラムを作って79万円で販売して、10名前後の方とね、222日カリキュラムを毎日やってきたわけなんですけども、それを機会に全てのアフィリエイト活動、転売活動、メルマガ活動やめましたということをね、何回も宣言して、2018年からは速稼塾っていうのはものすごく緩くなってね、で投資をやってますから、今投資をやってると皆さんからお金いただく必要がないんですよね。で集める手段もないんですよ、商品売るわけじゃないんで。だから速稼塾っていうのは30年払いにして頭金3万円だけですよっていう風な形になったんですよね。そしたらこの速稼塾がまたバカ売れしたという、400個ぐらい売れたみたいなことがね、1月1日に起きたわけなんですけどね、もうすごいですね。だからもうね、ビジネスが私を手放してくれないのかもしれませんけども、結論これだけなんですよ。サイト量産ってたくさん作っただけ、最も簡単です。この動画を見てらっしゃる方も、100メートル歩くことできると思うんですよ。それを繰り返すと日本一周できるんですよね。でもやらないじゃないですか、100歩歩けても。私はそれをやったってだけなんですよ。だから何にもすごくもなんともないです。雨の日も風の日もやったってだけなんでね。だからね、ノウハウってものはないんですよ。だからこのノウハウを売ることもできないんですよね。ノウハウレベルのものがないんで、本当に低レベルなんで、価格をつけて売るつもりはありませんし、何と言いますかね、それだけなんですよ本当に。だから希望を持ってほしいと思います。サイトのこと詳しくなくてもたくさんやるだけで月収100万とか200万とかいきます。あとはこの私の事実現実をどのように受け取った方が解釈するかだけにつきますよね。私がどれだけこうやって毎日放送しても、私がサイトアフィリエイトによってね得たものが明らかに見えていても、いやいやそれは違うんじゃないかなと思う方がいるのも分かります。ですんで、あとはね皆さんで判断してください。速稼塾の久保でした。じゃあ失礼します。